はい、ハーサンチャンネルです。お疲れ様です。今日はね、これ見てわかる人います？何の車でしょうか？答えはね、アルファスパイダーですね。939系のスパイダー。視聴者のね、B さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その B さんのね、お車をちょっと今日はね、見せていただこうかなと思って、今、大泉中央公園というところにいるんですけど、で今日のね、アルファルミオスパイダーは939系と、アルファ1号球と、ほぼ同じフロントマスクですね。ちょっと違うのがこのエンブレムのこの辺が違うんですよね。確かね、この辺がなんかアルファ1号球とはちょっとメッキのなんかこの厚さとかが違うんですよ。でまあほとんど同じなんですけど、後ろがねすごい、まあ、ブレラと同じでインパクトがすごいでしょ。まあ、ブレラをオープンカーにしたっていう車、やっぱりピニファリーナが手入れてオープンカーにしてるし、もうデザイン的にはもう完全スーパーカーですね。 10GR デザインでピニファリーナが手を入れてっていう、このデザインがね、購入動機で買っちゃうって方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。購入動機は何なんですか？ちなみに購入動機はウルトアルファロメオがすごいですけど、ただまあスパイダー撮りたいなと思って。何代目ですか？アルファはこのスパイダーで9代目に。え、9代目?1 号球と GT を乗ったり乗り換えたり乗ったり乗り換えたりって。あ、そうなんだ。え、今おいくつですか？まあ、27になります。あ、そうなんだ。え、したら免許取ってすぐにもうアルファ？そうですね。父親がアルファロメオすごい好きで、うんうん、あ、そうなんですか。それでお父さんの車にも乗りつつ、一番最初にその GT を GT 買ってもらって、うんうん、その次に1号機買って、でまた GT 乗って1号機乗って、あ、そうなんですか。 GT 綺麗だもんね。あ、クーペが好きなんだ。クーペすごい好きです。あ、そうなんですね。1号機はセダンじゃないですか。はい、乗りやすさが若干こうスパイダーの方がコンパクトなんで、うんうん、まあ、小回りとか効くかなっていうのは。車がホロ型なんで、はい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 、屋根開けてないと後ろのこう視界とか、視界がね、そうそうそう、そうだよね。見てくださいよこれ、ほんとショートボディですね。そうですね、全長が 4.6 ぐらいなんで、確か 50センチぐらい1号球のが長いんだよね、確かね。いいっすよ、このリアにかけてのこのデザイン。ごめん、さっきもこのね、ケツがね、なんとも言えないよね。これは、この車は所有して何年なんですか？まあ、で1年半くらいですね。あ、1年半。あ、じゃあまだ買ってそんなに経ってないですね。そうですね。ちなみに買って何キロ走ったんですか？今この走行距離何キロなんですか？今8万1000キロで、はいはい、速度が6万3000なので、うんうん、1万7、8000キロぐらいですね。約2万キロとか。そうですね。約2万キロを1年半ぐらいで走った。そうですね。1年半ぐらいですね。結構乗ってるね。はい、あれ、なんかさ、あのフロアマット、なんでこんなに高級感あるんですか？純正なの？はい、そうだよね。下がベージュの、あれだもんね。カーペットみたいなやつだから純正だよね。え、なんかめちゃめちゃ高級感がある。このフロアマットも結構気に入ってます。いいよね。おしゃれ。おしゃれだね。見てください、こうゴールドね、塗装したんですよね。ここはそうですね、この間の後ろのロールバーと一緒に塗装していただきました。ロールバーもなん、ロールバーも入ってるんだ、はい、あ、本当だ、閉まっちゃってるんで、はい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 、じゃあちょっと後で見せてもらいましょうかね、はい、赤いね、エロいねそうですね、やっぱ黒の外装なんで。なるほどなるほど。買う時に外装は必ず赤がいいなと思って、赤を探してました。で、ホイールがこの梅ホイール、これがこれ どこのやつなんですか？OZ レーシングの。あ、OZ レーシングのやつ。
黒にね塗装してあってめちゃかっこいいっすよね。あ、これはある、ここはインプレッサのダクトを塗装してもらって、うん、つけたの、はい、つけてもらいましたかっこいい、これ。え、インプレッサのやつをここで穴開けて、あ、そうです、穴開けして、はい、加工して、はい、そうなんですね。へえ、これかっこいい。全然違和感なくてめちゃかっこいいですよ。このサイドステップとか、あとスリップスポイラー。これも純正ですか？これは、社外の。社外のですけど、いろいろカスタムされてるんですね。そうですね。まだカスタム途中なんですけど。途中なんだ、はい。あとどこやろうと思ってるんですか？今考えてるのが、このディフューザーを。あ、ディフューザー、はいはい。つけたいなっていうと。ああ、はいはい。ミラーのところも、うんうん、ドアハンドルと同じく、あ、塗装ね、うんうんうん、あ、これは普通のボディと同色なんですね。そうですね、ゴールドにしようかな、うんうん、なるほど。ホイールも、ホイール、今18入ってるんですけど、はいはいはい、ちょっと19インチアップしたいな、19インチにね、はい、なるほど。すごい、でも途中で終わりには結構完成度高いですよね。すでにね。完成度すごい高い。やっぱりカブリオレって開けた時のデザインなんですよね。走る時はほぼほぼ開けて、屋根開けて走ってますね。ツイッターでよくあれだもんね、屋根開けて走ってますよね。あ、そうですね。じゃあね、今ね、エンジンかけてホロを開けてもらうので、 B さん、すみません、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。じゃあホロのちょっと開閉の仕方どうやるんですか？ここにボタンがあるんですけど、はい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 、開けるときは下のボタン、下のボタン、閉めるときは上のボタンを、上のボタン、はいはいはい、ホロにちょっと癖があって、うんうん、ホロのここが開くときに、はいはい、ここを押さえて補助してあげないと、はい、たまにエラーを拾うことがあります。ここをこう押さえて開けないとエラー拾っちゃう。はい、はい。お。このタイミングで。おお、開いた開いた開いた。おお、すごい、これはすごい。なるほどね。え、これはあれですか、このプレートって元あるやつですか？ヤフオクで1万円で買いました。おお。なんかめちゃめちゃ合ってますね。なんかオーダーメイドで、オーダーメイドでね、本当はもう少し高いみたいな、はい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 、中古なんで1万円で。おお。で、ここを塗ってもらったんですね。はい。おお。ここにスペースがあるんだ。おお。これであれです、完成。うん。じゃあもう一回すいません、開けてもらっていいですか？ここがまず開いて。なるほどね。あ、30秒、はい、あ、ここにちょっとした小物が入るんだ。そうですね。
中のこれカーボンってやつでもう自分でつけたんですよね。これはもともとセンターパネルの方は1号球に使われてたものを取り付けして、シフトノブの方も1号球の1号球の合わなくて、ショップの人に加工してもらってつけてもらいました。そうなんですか。マニュアルですか。シフトノブだけ、シフトノブだけマニュアルの社外用で、そうなんですね、はい、赤もどうせだったら赤と黒で統一したいなって。それそうだね、はい、故障はどうですか。故障ないですか。故障は、レッカーが1回レッカー1回、なんかホロとかの故障は、心配っすよね、買うとしたら。そうですね、ここ1年はホロの故障っていうのはなくて、1年間大体乗る頻度は1週間に 1,2 回ぐらいなんですけど、はい、大体 1,2 回毎回開けてて、それでも故障なし、エラーは結構拾うんですけど、1回ダンパーを変えたのと、あとフラップモーターを変えたのがあったぐらいで、他は故障っていう故障はないですね。あ、そうなんですね。しっかりもんですね。ただ、雨漏りがめちゃめちゃします。あ、雨漏りね、どんな感じですか、雨漏り。べちゃべちゃですか。そうですね。あ、べちゃべちゃになっちゃう。今はあの屋根付きの駐車場に車を止めてるんですけど、前はあのこういう青宙だったんで、大雨降った日とかはもうあの助手席の後ろ側とかペットシーツ今引いてるんですけど、めちゃめちゃあの浸水します。そんなになっちゃう。トノカバーつけてもダメですか。トノつけてももうダメですね。ダメ。冠水っていうか、染みてきちゃうような感じですね。まあそれはあれだね、イタリアン攻撃かもしれないけど、まあでもそれを補ってあまりあるほどのね、魅力があるって話。これからちょっとトランクの容量をね、どのくらいあるのかっていうのをね、ちょっと見せてもらおうかなと思って。 B さん、ちょっとじゃあお願いします。はい、こんな感じです。あ、でも結構ある。あ、高さがあるんだね。そうですね。容量は、そんなに困ることはないかなっていう感じですね。あ、でもこんだけあれば、十分じゃないですか。そうですね、特に困ったことはない、困ることはないですよね。でやっぱね、2人でどっか旅行行くっつっても、このくらいだったら全然あの物は入るから。ただゴルフバッグとかちょっときついかもしれないね。そうですね、ちょっとね、旅行一泊とか、旅行一泊、2人で一泊、そんな感じですね。そうですね。車体自体はだいたい150万円ぐらい。150万ぐらいで、あ、でも150万で買えちゃうんですか。そうですね、車検込みで150万円、もろもろ込みでね。そうですね、車検2年ついてね、車検もらって150万円。皆さんどうですか、150万ですよ。たったの150万ですよ。あれ、スポイル、これは純正ですか。スポイル、これもこういうのも、これは純正です。純正なんだ。我らと違うんだ。スパイダーは、はい、ここに若干ハの字のバーが入ってる。入ってるんだ、はい、こっちもかっこいいね。なんかそうですね、あると、こう前から走ってきた時にこう威圧感とか、威圧感とかね、ちょっとあるような感じです、故障がないのがいいね。でもそうほぼね、やっぱ当たり外れっていうのはあると思うんですけど、当たりだった。当たりの、あ、でしかもあれじゃない、いつもメンテナンスしてもらってるショップさんはロッソエネロさんですか。そうです、ね、ロッソエネロさんと、はい、あとフラミンゴさんも。フラミンゴさんか、だからロッソエネロさんなら近いんで。あ、近いからね。ロッソエネロさん、整備の整備から、整備、ああ、まあよく知ってる店ですもんね。そうですね、有名だしね、あそこはね、はい、フラミンゴさんはカスタムをよくお願いする。カスタムでね、え、この辺のやっぱエンジンとかコンピューターとか、この辺のトラブルっていうのはないですか。そうですね、オイル漏れとかそういったものとかない。ないですか。セレスピードなんで、セレポンプとか。そうですね、まあ一回壊れちゃって買えました。いくらかかりました。セレのポンプ、コンピューターがちょっと死んじゃってて、それと ECU 変えて10万ちょっとぐらい。あ、こっちの ECU も死んでた。
もう確かもうほぼほぼ意識変えてもらったんですよ。あ、そうなんですか。あ、今年2月の走行不能になっちゃった。あ、そうなんですね。1回だけデッカー、あとはチェックランプが何回かついたりとかしたんですけど、はいはいはい、まあ、そんなに高額な修理費とかってなかったことはないですね。ちょっとホロが怖いなっていうぐらい。あ、ホロでもチェックランプつくんですもんね。ホロはつかない。あ、つかない。エラーは拾います。あ、エラーは拾うんだ。はい。で見ると結構エラー拾ってますねとかそんな感じになっちゃうんですか。そうですね。ここがね、1号球とは違いますね。そうなんですか。うん、そうそう。1号球は単純にこれこうやるだけなんですよ。そう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 。それでこれに1号球にこのグリルにした人がいて、その人のやつはやっぱこれだったんですね。そうなんですね。うん。それなんかこっちの方がいいなと思って。小さい違いがあるんですね。ちっちゃい違いがやっぱあるんだね。はい、ありがとうございました。はい。